こんにちは、私はアメタンクちゃん。やあ、僕たちはアメマスブラザーズだ。前回は下北アメニワ広場についてよくわかったよ。自宅でアメニワを作ることはできないのかな？もちろんできるよ。今日はアメニワを実際に個人宅で施工したフレーム一級建築士事務所の金子さんに話を聞いてみよう。フレーム一級建築士事務所の金子裕太と申します。集中豪雨の被害を予防するという考えから、降った雨をすぐに下水道に流さずに、ゆっくりと敷地に染み込ませる、こういう植栽スペース、この概念をですね、グリーンインフラというふうに言います。つい機能だけに意識がいってしまうんですけれども、特に雨庭と呼んでるのは、降り注いだ雨がですね、地面に染み込むまでの過程、これが鑑賞できるように楽しめるように作られた、グリーンインフラをアメニワというふうに言います。私の考えたアメニワはですね、庭だけで完結するものではなくて、都市型住宅の建物と一体的に作られていることが特徴です。ざっと図解で構成を解説しますと、穴の開いた屋根に降った雨水がですね、雨どいの排水パイプを通って防災備蓄倉庫の上に一旦たまります。でそこが満水になってあふれると、防災備蓄倉庫のところの小さな滝があるんですけれども、そこから水があふれてきまして地上に到達します。そして地上の雨庭に染み込んでいくという作りになっています。降った雨がその場所に染み込むだけではなくて、運ばれていく道のりを長くしてそこを見えるようにしました。この植物を楽しめるというところ、ここが魅力的であることですね。その上で溜める、ゆっくり染み込ませるという2つの機能を意図的に持たせています。作り手、私たちだけのこだわりだけではなくて、この建物を建てたいというオーナーさんからですね、地域に対して何か役立つことはないだろうかと、こういうリクエストから始まりました。染み込む機能を備えるだけではなくて、音の聞こえる小さい滝とかですね、植物を目で見て楽しめるデザイン性、これをアメニワに加えました。アメニワはサステイナブルな災害対策なんですが、認知度はまだまだ高くなく、お話しさせていただいたアメニワの機能、それと楽しみながらできるという付加価値ですね、こういう仕組みとしてアメニワを備えるということが日本国内でも求められている状況があります。金子さんは地域に貢献したいというオーナーの方の声を聞きながらアメニワを作ったんだね。そうなんだ。個人宅で作るアメニワは貯留、浸透の機能だけじゃなくて見た目にこだわることもできるね。庭の手入れやハーデニングを楽しみながら水害対策にもなるんだ。皆さんもぜひ取り組んでみてね。